東丸は徳島県三好市に位置する山。標高 1713.0 メートル。別名は東祖谷山。東の丸と書かれることもある。四国百名山選定。旧三好郡東祖谷山村の東部、剣山の登山基地である美濃越の西約 5km に位置する。堂々とした山容を示し、頂上も広く高原状をなす。最高地点はわかりにくいが、三角点は最も西寄りのピークにある。剣山国定公園に含まれる。頂上付近は一面四国笹に覆われ、所々に巨岩が露呈する。岩石は未株緑色岩類である。ツキノワグマの生息地でもある。阿波市に塩武山、菅生名にあり、山上平広成、池有美山と称すと記し、現在の東の丸頂上から夫婦池までの 4km に及ぶ山塊を塩武山と呼んでいたという。大正4年の美馬郡郷土史には、剣山の北方にあたりて、丸笹山を中心とし、西は塩武山、東方は中尾山に連なる小連であり、祖谷より登るには、菅生より塩武山に登り約4里にして未山に達すとしている。大正期までは塩武山と呼ばれていた。昭和になってからは、県境剣山祖谷峡案内、四国の尾根などでは、東丸と称し、四国の旅行、鉄道省登山案内では、東祖谷山と称し、二つの山名を併用している。ありがとうございます。